極楽郷、京大坂道は、高野七口と呼ばれる七つあるあるじたる、高野三景道のうちの一つで、京都や大阪からの高野街道が木の川を渡り、和歌山県橋本市学分路から高野町、極楽郷を通り、高野山の入り口となる不動坂口に至る、三景道である。特に、京大坂道不動坂といった場合は、京大坂道における、不動坂と呼ばれる一部区間のみを指す。 国の史跡、高野山経道の構成資産の一部として、京大坂道不動坂が指定された。ユネスコの世界遺産、紀伊産地の霊場と山経道の、高野山経道の構成資産の一部として、京大坂道不動坂が追加登録された。京大坂道は、高野街道、高野街道、京大坂道とも言われ、京都、大阪、 境方面からの高野山景道で、高野山長石道など、他の山景道に比べ最も安全で短時間で、高野山にたどり着けるとされ、近世以降、主要山景道として利用されるようになった。高野街道として、以下の主な四街道があり、これらの名称が定着したのは、明治以降である。京都方面から高野山景する場合、移動手段として徒歩のみ、 あるいは船も使用するかどうか、もしくは、山経途中に立ち寄る車時によっても、街道を使い分けた。京都府や幡市を起点とし、大阪、市条縄手、八尾富田林を通り、河内長野で、西高野街道と合流し、高野街道となる。大阪市平野を起点とし、松原、三原を経て、鞘山で、西高野街道に、あるいは、河内長野市北部で、 西高野街道と合流する。かつて上、高野街道と呼ばれていた。大阪市四天王寺を起点とし、大阪、鞘山で西高野街道に合流する。大阪、府堺市を起点とし、河内長野で東高野街道と合流し、高野街道となる。西高野街道道標的と、祠城上記高野街道が、大阪、河内長野までに合流し、 高野街道として集約される。それぞれの高野街道が一つに集約する河内長野では、女人高野と言われる金剛寺、空海作の女遺林、観音像が法案される関心寺があり、高野山信仰山系の拠点となったことが伺える。高野街道は、河内長野より君峠を越え、和歌山、橋本市で、木の川を渡り、清水へ、 学分土から高野町極楽郷を通り、高野山内への入り口となる不動坂口に至る。この和歌山、橋本で木の川を渡り、清水へ、学分土から高野町不動坂口へ至る道が、京大坂道と呼ばれている。京大坂道は、かつて最も多くの三景者で賑わった、高野三景道と言われる。木の国名所図の登山七袖の甲で、兄弟坂より、 木意峠を越えてくる者と、山和寺より、松地峠を越えてくる者と、清水村に賢者屋にて合否、学分堂を経てこの道より、遠物でする者、十二八十九なりと表現されていることから、江戸時代後期における、兄弟坂道の利用は、高の三景社の八から九割に及ぶことがわかる。三景道は、日の川を渡り、学分土から山中へ向かうが、道中は、学分寺、 川根、神谷といった宿場町があり、江戸時代には産景者の増加とともに大いに賑わった。特に、京大坂道の極楽橋から不動坂口に至る区間は、不動坂と呼ばれ、京大坂道における一区画を指し、約2 7キロメートルと比較的短い距離だが、高低差3 1 0メートルの急坂で、京大坂道最後の難所であった。特に、 京大坂道不動坂といった場合は、この不動坂部分のみを指す。京大坂道不動坂は、1915年の高野山改装1100年を機に大改修が行われ、旧来の不動坂の急峻な坂道を迂回する振動が作られた。新不動坂は、福音、ルートともに大幅に変更され、歩きやすくなり、そのため、 旧来から使用されてきた旧不動坂は使用されなくなり、現在では不動坂といえば新道の不動坂を意味するようになった。新不動坂が主要産経道となって、以来旧不動坂は使用されず、また開発されることもなく放置されたため、紀の国名所図で描かれたかつての不動坂がほぼそのままの状態で保存されることとなった。2011年から、 長らく使用されず山に渦もれていた旧不動坂が古道整備事業により調査が行われ、朽ち果てた三橋の掛け替えや、王子の不動を、坂中の難所とされた、いろは坂や、罪人を突き落としたと伝わる、万丈小菓市の現場も、見事に復元整備されている。京大坂道不動坂の終着地点である、不動坂口に唯一現存する女人道がある。 木の川流域から高野山三景道として、東は橋本市清水からの黒河道が並走する。西は西国三十三所、観音巡礼の四番札所、牧雄山瀬福寺に通じる牧雄道が、高野口町名層から並走するが、途中で宿場町として賑わった神谷で京大坂道と合流する。さらに東には町赤道がある。兄弟坂道不動坂の新道。 京大坂道不動坂の旧道を京大坂道の到着地点の不動坂口に唯一現存する女人道があり、正式には一心院谷女人道と呼ばれていた。かつて高野さんが女人近世の時代に女性は高野山内へは入れず高野七口と呼ばれる高野山への入り口七つそれぞれに女性のための子守堂として女人道が置かれ宿泊に利用したり、 道内の大日如来に祈願したり、工房大社五病や壇上状仮乱を要拝したとされる。高野山を囲むようにある峰峰が聖地と外界との結界の境界であり、その結界線沿って如人道を巡るための女人道があり、高野七口にある如人道を次々と巡りながら道中でも祈りを捧げた。特に不動、坂口の如人道は女性参詣者が多かったとされ、 紀の国名所杖に七口角道ありといえども、この道最大なりと記され、高の七口に立つ女人道の中でも、不動坂口に立つ女人道が最大だったことがわかる。女人道に関わる次のような伝説が残る。室町時代、越後国の出雲尾崎の本陣宿に小杉姫という美しい娘がいた。娘は佐渡奉行の息子との縁談が決まるが、 ママ母の恨みにより、両手を切られる。さらに今回からも追い出され、娘は、ふっつの慈悲にすがり新州善光寺に参詣するが、夢枕に、工房大使が現れ、高野山六の宿屋の全米を訪ねようと告げた。高野山への旅の途中で山賊に子供を殺されるが、命からがら、高野山六にたどり着き、全米に、女人参詣者を接待することを勧められ。 女性のための小森堂を建てた。と伝わり、その小森堂が女人堂の始まりとされる。女人堂のそばに小杉明神社があり、小杉姫を祀ると伝わる。近世には女性三景者が女人近世の掟き手を破り、高の山内へ入り、首脳や胸像などに隠れるものが絶えなかったため、取り締まりを求める文書が残る。各女人堂に隣接し小屋が置かれ、 不審者侵入や、女性の山内侵入監視を行ったり、宿泊女性の接待をする、半層半奴の山奴といわれる者が駐在し、食事は、宿坊が臨番で用意し、通い前として運ばれた。不動、坂口の唯一現存する、女人堂かつて、高野三霊場の聖域と属世界とを区切る、決線が張られ、その内側に、 女人の立ち入りを制限するなどの金星が敷かれた。女人金星は絶対とされ、かつて空海の母でさえも、結界の中に立ち入ることが許されなかったと伝わる。1872年明治政府から大乗官布告第98号神社仏閣女人結界の場所を、廃止登山山系ズとーが発布され、近代化政策を進める政府によって、女人金星が解かれた。しかし、 仏教界から強い反発があり、高野山でも公式に完全に、女人禁制が解かれたのは1906年であった。1906年に、高野山新言宗総本山混合法寺が、改装100年記念大法へに向けて、高野山の結界残部を残らず解除したことで、禁制が解かれ、実質的に女人禁制も完全解除された。このことにより、 公式に女人の高野山内への入り、居住が認められることとなった。2015年10月7日に、高野山経道の京大坂道不動座で、旧体を止めている部分が、京大坂道不動座として、国の史跡、高野山経道の構成資産の一部として、追加指定された。2019年10月、文化庁の、歴史の道百選の高野山経道の構成資産として、 京大坂道が追加選定された。2016年10月24日に、高野三景道の京大坂道不動座で、球体を止めている部分が、京大坂道不動座として、世界遺産、紀伊産地の霊場と三景道の、高野三景道の構成資産の一部として、追加登録された。正式には、如意玉山の満員人徳寺と呼ばれる、新言衆寺院である。 江戸時代に三景者の安全登山を祈って作られた。今も小安地蔵として信仰されている。六地蔵第四の地蔵堂の狭い街道をカミソリで広げたと伝わる。聖火でも水が滴り、工房大師が喉を潤し、また硯の材として使用したと伝わる。祭神、ニューズ姫大臣高野美子大宮川根乳神ジャコマ犬本尊は、大日如来で、 高野山新言宗の寺院。河根乳神社時計台を隣接し、神仏集合時代に河根乳神社の神宮寺であった。日臨六1634年に幕府に寄りかけられる。7年ごとに永前非戦国が支給された。あるいは年貢米戦国を運んだことにより、戦国橋と呼ばれている。かつて河根宿の本陣で身分の高い参経者の休憩、宿泊に利用された。 江戸時代、高野山は参勤交代を行っており、高野山の重役方も宿として使用した。阿公老子、村上兄弟が宿泊し、父の仇討ちの相談を行った宿である。仇討ちで討たれた者たちの墓が並ぶ。かつて本陣、脇本陣があり、昭和初期までに十軒程度の宿があり、街道情緒が残る。切符は学問の道に入るお守りとして、 受験生に人気を博している南海高野線の終点駅である極楽京駅旧不動坂にありかつての在任処刑場とされるかつて万丈転がし付近にあったが1920年に新不動坂へ移築された京大坂道からの高野山内への入り口となる不動坂口に唯一現存する女人道近年 ウォーキングハイキング案内所などで兄弟坂道のルートが詳細に紹介され、橋本市学分路から兄弟坂道をもしくは高野町極楽橋から兄弟坂道不動坂をウォーキングコースとして手軽に歩けるようになった。途中、携帯電話の電波が入らない場所もあるので注意が必要である。ありがとうございます。